長里さん、よろしくお願いします。改めまして、じゃあ本日のゲスト、長里優希選手です。なんか皆さん、今日のこと本当に楽しみにしていたみたいですので、いろんなお話をお聞かせいただければと思います。そんな感じで、サッカー選手なんだけどいろいろやっちゃってますよという長里選手なんですけれども、今回はですね、主にマインドセットの話を中心にしていきたいなと思ってまして、今回こうやって聞いてくださってるアイスホッケーの選手の皆さんもですね、実際にもう世界で活躍している方も多いので、そういった中でですね、参考になるようなお話がたくさんあればなと思ってます。じゃあちょっと私の方からいくつか質問させていただくのでよろしくお願いします。まずですね、ざっくりなんですけど、世界のトップレベルで勝ち抜くためにどんなマインドセットが必要かっていうところ、長里選手もご自身で小さい頃からサッカーずっとやってこられる中で世界に行ったりする、最初に初めて世界で戦ったりとかっていう時のこととかも振り返っていただきながらなんですけれども、なんかこう自分の中で考え方とか心構えとかそういったものがこう変わってきたなって、後で振り返って思ったところっていうのはどういった時なんですかね。いくつかタイミングがあったんですけど、一番最初のタイミングは16歳の時に日本代表に選ばれたんですね。その時に一度やっぱり変わりましたね。そこで日本代表として戦うっていうことはどういうことなのかっていうのを、その環境に身を応じたことによってものすごく考えさせられました。やっぱりこう代表の自覚じゃないですけど、そういうのって見て自然に芽生えてくるもんなんですかね。やっぱりでもその当時、16歳ってものすごく若かったので、高校生なんですよ。なのでいきなりそういうところにこうポンって放り投げられて、急に日本代表とは何ぞやなんていうのはやっぱりどうしても理解できない。そうですよねだったんですけど、でもそういう人たちとこう日々接していくうちに、やっぱりその人たちの日々こう練習に取り込む姿勢だったりっていうところをこう見ていくうちに、日本代表選手ってこうあるべきなんだなっていうのをそこから感じ取って、自分なりにこう考えていくっていうことがやっぱり始まって、それでもやっぱり理解するのに数年はかかりましたし、今でもそれに対する答えっていうのは見つかってはいない状況なんですけど、でもその時その時で自分なりにこう出なきゃいけない、こうあるべきだっていう理想像は常に持ちながらやってきたっていう感じですね。具体的に覚えてます？なんかもう本当にトップの環境に身を置いた時に、一流の人ってこうなんだなって思った瞬間とか、これを学ばないとなって思ったこととか、なんか具体的に覚えてますか？サッカーに関して言ったら、もう自分が一番下手くそだったので、そこはもう全てが学ぶべきところではあったんですけれども、一番はやっぱりそのオン・ザ・フィールドのところじゃなくて、やっぱりオフ・ザ・フィールドのところでの、振る舞いというか、そういったところでなんか人としてどうあるべきなのかっていう、そこの部分が一番根っこにないと、代表選手としてはこうやっていけないんだなっていうところがすごく学びましたね。なんかどの世界でもそうですね。本当にそうなってくると、なんかそこで海外でプレーすることと日本となんか違いっていうのはどんなところにあったんですか？初めて海外に出たのが、ちょうど10年ぐらい前なんですけれども、大学卒業してすぐのタイミングで、ドイツに行ったんですけれども、その前の北京オリンピックが2008年にあった時にですね、その大会で準決勝でアメリカに負けて、3位決定戦でドイツに負けてっていう経験をして、このまま日本で同じ身体能力の人たちとプレーをしていても、ここから先こういったアメリカやドイツに勝っていくには、この人たちが日常にある生活に身を置かないと、この人たちを超えられないなっていう風にその時初めて考えたんですね。でそこから2年後実際にその、海外への移籍が実現することになったんですけれども、そこでの違いを感じたのは、根本的なやっぱり当たり前が違う。日本人として自分が培ってきた当たり前がやっぱり海外、ドイツだ、最初はドイツだったんですけど、ドイツの当たり前、通じないというか、日本でやってきた当たり前が受け入れてもらえないっていうことがあったりして、そこの当たり前の違いをこう代表でプレーするとき、クラブチームでプレーするときで合わせるのがすごく最初は難しかった。なるほど。なんか具体的にありますか？全然サッカーの話になっちゃって全然いいんですけど。いいですか？例えばですけど、ドイツ人だとそのパスの飛距離が全く違うんですね。なので基本的に日本人の場合で近くにこうサポートに行くと短いパスがやっぱり得意なので、はい、必ず見てくれたり認知してくれたりパスはもらえるんですけれども、はいはい、ドイツ人にその当たり前は通用しなかったんです最初。それは自分がいいところにサポートしに行っても近すぎるがゆえに認知されない、でボールが回ってこないと。回ってこないんですよ。へー、面白いですね。である程度もう距離のあるところにいないと認知してもらえないっていうことに気づいたりとか、そこでそのパスの距離の違いの当たり前が違うで、認知できるその範囲が全く違うっていうところにぶつかったりしましたね。なんかそういう、技術的な面でとても高い技術が海外にはあるとかっていう、なんかそれだけじゃないんですね。なんか認識の違いというか、根本的にそのサッカーに対するその考え方の違いというか、日本で私がやった時はどちらかというとその、ボールを回してきれいにこうつないで、ゴールに向かうっていうのが、結構、根本的なスタイルだったんですけど、ドイツに渡った時に初めて感じたのは、多少荒っぽくてもいいからとりあえずシンプルにゴールに向かう。やっぱそういったスタイルがね全然違うんですね。多分アイスホッケーでも日本のホッケーと今自分がいる国の違う国のホッケーと全然違うなって思うこともみんなね多分あると思うんですけど、競技がね違ってもそうやっていろいろあるんですね。心構え的なところの部分でいうと、なんか海外と日本とで違いってありますか？やっぱり最初に行った時はとりあえず一度なんか自分が培ってきたものを一度捨てなきゃいけないなっていうことに気づいたんですね。なるほど。はい、だから郷に入っては郷に従えじゃないですけど、はいはい、まさにそうですね。そこにあるその文化であったり、風習であったり、そのチームのスタイルであったり、そこに対して自分がそれを吸収しようっていう姿勢を見せないと相手からもやっぱり受け入れてもらえないし、で相手が何を望んでいるか求めているかっていうところに応えていかないと、結局その信頼関係をこう築けなかったりっていうところがあって、だから私の場合はそこで一度自分の今までのその当たり前の価値観を全部一回捨てようっていうふうに思って一回捨てました、そこで。でもそれができるのはすごいことですよね。なかなかしようと思ってできることじゃないと思うので、なかなかそうですね、難しかったですね自分に。ですよね。なんか逆にこう失敗しちゃったなっていうこととかはあったんですか？そこから学んだな。それがですね、それをドイツでやってある程度こう認められて結果も出るようになって、そのやり方を日本代表に持ち帰って生かそうっていうふうに思った時に、それがやっぱりマッチしなかったんですね、日本のやり方と。なるほど。難しい